ニュースポストセブンです。統一教会の広告塔と言われた桜田淳子さんの今に迫りました。桜田さんのホームページを運営する代表者に聞くと、実は今回の事件があってから私も何度か連絡してみたのですが、電話はつながらないし返事もありません。現在も脱会してませんし、夫婦仲も変わっていないと聞いていますとのこと。桜田さんには信仰とは別に心酔する占い師がおり、占い師の助言により芸能活動を自粛しているそうです。